フリオカ・ロバローハは、スペイン・マドリード出身の人類学者、歴史学者、言語学者、随筆家。バスク人、小説家のピオ・バローハの老いである。特に、バスク地方の文化、歴史、社会に興味を持った、現代スペインで、最も多産な研究者の一人である。ベラデビダスワにあるバローハ家1914年、フリオカ・ロバローハは、マドリードに生まれ、幼少期に、 ナバーラ地方のベラデビダソアに移った。父親のラファエル・カロ・ラッチオは出版業者、母親のカルメン・バロハイ・ネッシュは画家である。カロはアンダルシア地方の姓、バロハハ・ラバ地方の姓であり、ラッチオはイタリア・ジェノバの姓、ネッシュはイタリア・コモの姓である。15歳だった1929年にはバスク・フォルクローレ年報にレザカソンの家屋に関するノートを発表している。 おじで、小説家のピオバロー派と共に多くの時間を過ごし、教育面で、ピオはフリオカロに大きな影響を与えている。1921年から1931年には、インスエスクエラ・マドリードに通い、その後はマドリード大学で学んだが、1936年にスペイン内戦が勃発するとベラでビダソアに戻った。この際、編集者の父は、 マドリードに残ったが、自身が所有する出版社が爆撃によって破壊されて、印刷機を失った。1939年に、スペイン内戦が終結すると、バローハは、マドリードに戻って、研究を完成させ、古代史の博士号を取得すると、古代史と方言学の専攻助手として働いた。 1944年から1954年には、スペイン民族博物館の館長を務めている。1947年には、ビルバオのエウスカルツァインディアとバルセロナのレアルアカデミアで、ラスブエナス・レトラスの正会員に選出された。1951年には、アメリカ合衆国で人類学研究を行うために、ベナーグレン人類学研究基金から奨学金を受け取った。 1952年から1957年には、スペイン領サハラで実施された、スペイン国の公的な探検隊に同行した。1953年から1955年には、幼少時から知り合いだったホセオルテガイガセットと交流を深めた。モリスコ、ユダヤ人、魔女、祭礼イイなどの造形が深く、それらの研究対象は、グラナダ王国のモリスコたち、魔女とその世界。 近現代スペインのユダヤ人たち、カーニバルなどで身を結んでいる。1952年、イギリス国会はオックスフォード大学で人類学を学んだ卒業生の指導担当の地位にバローハを据えた。バローハはまたポルトガルのコインブラ大学で民族学を教えた。この際にはコインブラ大学から終身教授の座を依頼されたが、個人的理由から辞退している。 1961年にはフランス・パリのエコール・プラティーク・でオートゼ・チュード内にある社会経済史学課長となった。1963年にはスペイン歴史アカデミーに入会し、1965年にはディー・グリーン・ウッドとの交流が始まった。1973年にはアメリカ合衆国のウィスコンシン大学で講義を行った。1970年代後半には カロバロ派の研究に対する評価が高まった。エルパイス氏などへの寄稿を行い、バスク大学哲学人類学部の正教授に就任した。1983年には、アストリアス皇太子上社会科学部門を受賞した。また1983年には、イギリスアイルランド王立人類学協会の名誉会員に選出された。 レアルアカデミア・エスパニョーラの座は長く孤児していたものの、1985年に正会員に選出されている。1986年には国際交流基金の招待で訪日を行う予定だったが、健康上の問題で実現しなかった。1989年には、スペイン民族学分野での研究の功績を称えられ、メネンデス・ペラージョ国際賞を受賞した。 1995年8月18日、ベラデビダソアで死去した。サンセバスティアンには、フリオカロ・バローハ広場があり、マドリード郊外のフエン・ラブラーダには、フリオカロ・バローハ国際英語学校がある。バスク州ゲチョ、アンダルシア州マラガ、ナバーラ州パンプローナは、バローハの多くの成果と人類学や歴史分野での貢献に賛辞を送っている。父親は編集者のラファエル・カロ・ラヒオであり、 ラヒオは1917年にカロ・ラヒオ・マドリード出版社を設立している。母親は著作家で民族学者のカルメン・バローハであり、ベラ・アルサテという筆名で執筆活動を行っていた。母親のカルメンは画家、著作家、版画家のリカルド・バローハ、小説家のピオ・バローハの妹であり、リカルドやピオとフリオ・カロは、おじ、老いの関係である。フリオ・カロも含めた、 バルオハケの墓地は、ナバーラシューベラのイ一ア墓地である。ありがとうございます。